ぶーすしかないバカ姫バカ判別スキルのおかげで正しい採取方法もわかるのかねえ今度はみんなでピクニックに行きましょうよどっちがより多く薬草を採取できるかちなみに審判はユウヤ様ねおいさっき受付で言われただろ採取しすぎは厳禁だぞ惜しいこれは薬草じゃないみたいだねまあ一応取っとくかユウヤ様見て見て歴史屋様二人は先に城に戻っていてくださいうな歴史屋様のことをくれぐれもよろしく頼む暗殺者たちは皆手だれ揃い不甲斐ない話ではあるが不測の事態が起きた時我々では対処できない可能性があるここに隔離をうんいるとしたらここ以外ないだろうとのことくそ今更俺が死んでも誰も悲しむはずがないとても頼もしいお仲間ですなはい俺の大切な家族ですから何者だお前の計画不足そして運のなさそれだけ貴様この俺を騙していたというのか貴様ら、一体何が目的だ否定私一人この攻撃も全て お前が言うやえ？あ、はいだけ強いと私も蛇の力を使う必要があるでも体力を消耗しすぎた何者なんだあの子